はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、開封動画行きたいんですが、今回はね、食玩ということでね、はい、こちら、はい、来た、ドラゴンボール色紙アート10、はい、もう10段、早いね、はい、最強の戦闘民族、はい、こちら10個入りです。ミニ色紙が1枚入り、1016種プラス超レア1種。いやー、超レア欲しいね、うん、はい、これはねワンボックス、購入しましたんで開けていきたいと思います。まずね、ここから開けちゃおう。感じですね。絵柄はこの2種かな、うん、2種だね、はい、この2種類、はい、はい、こんな感じだね、はい、でラインナップはこうノーマル色紙ね、で、レア色紙銀色白押し仕様が4種類と、はい、で、超レア色紙金色プラス銀色のダブル白押し仕様が身勝手の極意孫悟空、これ超欲しい、はい、ということでね、早速、開封していきたいと思います。ではね、ここ上のちょん切ってね、用意したいと思います。はい、上の方をね、全部カットしました。ではね、早速手前からね、見ていきたいと思います。ではね、早速1枚目いきましょう。はい、いきます。せーの。あ、うわ、出た。また裏だった。はい。はい、食玩ということでね、ガムがついてます、はい、ではいきます。せーの。お、いいね、銀箔押しの、ベジット。おお、来たね、かっこいい、銀箔押しのベジット。1枚目がベジット。はい。では、2枚目いきます。はい。じゃあ、こうか。はい。では、いきます。2枚目。せーの。あ、これはノーマルですね。はい。ノーマルの、SSGSS のベジータ進化かな。これが、あれ、あれ、そのいくつって、あれ表記なくなったのか。あ、今思ったら、前回みたいにその1とかその2とかの表記がなくなってますね。あら、そう。はい、では、3枚目。たいと思います。はい、いきます。3枚目、せーの、ダン。あー、スーパーサイヤ人バーダック。はい、スーパーサイヤ人のバーダック。はい、では、4枚目いきます。いやー、出てほしいなー、超レア。では4枚目、せーの。あー、はいはいはい、これはドラゴンボール GT の時の悟空の最後の場面かな、うん、元気玉、はい、悟空、では、折り返し、もう折り返しですね、5枚目
ていきたいと思います。5枚目来い、せーの。あーでもお、これはあれですね、銀箔押し親子カメハメハ三代親子カメハメハ五天五飯五空カメハメハ。いや、いいね銀。はい、5枚目は銀箔押し。はい、では、6枚目、いきたいと思います。6枚目いきます、せーの。あー、はい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 、トランクス、未来トランクスですね。ホープソード持ってるやつ。はい、トランクス。では7枚目、はい、いきます、せーの。あー、はいはい、これは普通の、あ、悟空、うん、普通の悟空だな。どの場面だっけな、これね。はい、では8枚目。やべえ、出ねえな。やっぱ出ねえか、これ。はい、8枚目いきます、せーの。あー、はいはい、かっこいい、スーパーサイジン4ゴジータ。これノーマルなんだよな、かっこいいんだけどな。はい、では9枚目。いやー来ないかな、いきます、せーの。おお、かっこいい、かっこいい、これゴジータ、劇場版ブローリーの時のゴジータ、銀箔押しです。いいね、スーパーサイヤ人ブルー。あー、これかっこいいな、この色紙。はい、いよいよラストになりました。出てくれるかどうか。はい、泣いても笑っても最後いきます、せーの。愛でなかった。いや、ダブリはなかったけど出なかったな。はい、スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人の悟空海王拳使ってるところかな。はい、いやマジか、やっぱワンボックスじゃ出ねえか。はい、という感じでしたね。まあ、とりあえずワンボックスに銀の箔押しが、3枚ですね。はい、3枚入ってますね、銀の箔押し。はい、いやー結構やっぱね、16種だからね、これ惜しかったな。仕方ない。はい、ということでね、今回は、まあ食玩の開封ということでね、はい、開封させていただきました。まあ皆さんもね、このシリーズ買ってますでしょうか。はい、まあ自分はね全種類集めてますんでね、結構これクション性があるんでね、いいかと思います。ぜひね、これを見てよかったなと思ったらね、チャンネル登録、あと、いいね、グッドボタンよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。